セザル・アブラーム・バジホ・メンドーサは、ペリューの詩人。ペリューのラ・リベルタ県サンティアゴで地獄で誕生した。カトリックの信仰を厚い家庭であった。ラ・リベルタ県にある国立トルヒーリオ大学に通った。あと医学を学ぶためリマにある国立産、マルコス大学医学部に移る。しかし経済的理由から休学して、季節労働者として働く。後に復学して1915年に、 国立トルフィー・リオ大学からスペイン文学の学士号を取得。1919年に諸女作国位の使者どもを発表。モデルニスモを基盤に据えながらもそれに飽きたらず故郷アンデスの懐に深く眠る豊かな土着文化の匂いをフュージョンさせている。1922年に前衛史を散りばめた2作目の詩集トリルセを発表し、翌年にヨーロッパへ立つ。 フランスのパリに居住。フアン・ラレア、ビゼンテ・ウイドブロ、トリスタン・ツァラ、ファングリスといった詩人や画家と信仰を結ぶ。この頃、マルクス主義を学び、共産主義活動にも参加した。フランス人のジョルジェット、マリ・フィリパール・ラベールと出会い数年後に結婚。1928年に初めて、ソビエト連邦を行き、その後も二度ほど訪れている。 1930年暮れから1932年始めまでスペインに居住。パリに戻り、同地で死去。生前に刊行された作品は少なく死後になって、刊行されたものも多い。最終的に意外は一旦埋葬された墓地からパリに、ある、モンパルナス墓地に改装される。ありがとうございます。